マがサッカー少年に完全論破される。こんなんゲラゲラ笑っちゃうだろ。すごい高校生がいたものだ。バグらないとパパー。食べながら虫食えるわ。ラッパーなら本質ついたアンサー返せボケ禁止カード入りしそう。飽き相手にプロの仕事道具使わねえとか言っても弱いしな。本気出したら刑も自滅が見えるし、これマジで返すのどうやんの。そりゃ素直にごめんなさいだろ。ごめんなさいも言えない大人が多すぎる。そもそもこれを言われちゃう状況になってる時点で負けてるからどうしようもない。論破された後には異論破って言われてるようなもん。最初から相手しないのがベストだった気がするな。そもそもガチにオーバーキルされてるから返すもクソもないわら。人より悪口の語彙が豊富なことが取り柄のはずのおっさんが、ガキガキサッカーでなんとかしようとしてるの哀れすぎて涙が出そう。大人が子供に食ってかかってる時点ですでに負けてるのに最終的にボコボコで草。この少年めちゃくちゃ煽り性能高いな。